4. 各種届出のオンライン提出。政治資金規正法に基づく各種届出のオンライン提出について説明します。最初にオンラインで提出できる届出の種類について説明します。ご覧いただいている表の通り、利用者区分が代表者の方は、政治団体設立届や、 届け出事項等の移動届などの各種届出をオンラインで提出することができます。なお、オンラインシステムの利用申請方法に応じて、オンラインで提出できる届出の種類が異なりますのでご注意ください。次に、各種届出のオンライン提出方法について説明します。ここでは例として、 主たる事務所の所在地が移動したため、届け出事項等の移動届をオンラインで提出する場合について説明します。オンラインシステムでログインをクリックします。ユーザー ID とパスワードを入力し、ログインをクリックします。政治団体を選択し、 次へをクリックします。届け出事項等の移動に関する手続きの届出画面へをクリックします。移動後の主たる事務所の所在地を入力します。入力後、登録をクリックします。 入力内容を確認し、登録をクリックします。オンラインシステムの利用申請方法が公的個人認証方式の場合は、この後、電子署名を付与する手続きを行います。IC カードリーダーライターにマイナンバーカードをセットした後、OK をクリックします。 署名用パスワードを入力し、OK をクリックします。OK をクリックします。登録完了画面が表示されると、届け出事項等の移動届のオンライン提出は完了です。各種届出のオンライン提出の説明は以上です。 オンラインシステムや Excel ソフトの操作方法についてご不明な点がある場合は、政治資金ヘルプデスクへお問い合わせください。電子メールでのお問い合わせも受け付けております。回答までに数日を要する場合もございますので、余裕を持ってお問い合わせください。また、政治資金規制法に関するお問い合わせについては、 総務省選挙部政治資金課、または各都道府県選挙管理委員会へお問い合わせください。